はい、皆さんこんにちは、山田ボスオです。今日は車の中からお送りいたしております。これから札幌市東区中沼にありますロマンスキッチンというお弁当屋さんに行きます。今から行くロマンスキッチンは就労継続支援の B 型の事業所になっています。なんだそれっていう感じの人もいるかと思いますけども、いろんな障害、身体障害、知的障害、精神障害とかそういういろいろな事情で、雇用されて毎日ずっと働くっていうことが難しい人が少しの時間自分に合わせてそこに行って働けるという、働くことのね、準備みたいな、準備というかずっとそこで働く人もいるんだろうけど、雇用されるといろいろと厳しい人たちが自分の意思でね、働ける時間を作って、行くというような感じになっております。なのでね、どんな弁当屋さんもそうだと思うけど、人一倍丁寧にきちんと皆さん働いてくれているというような施設になっています。ちなみに今 B 型事業所って言ったけど、 B 型は今言ったみたいに自分に合わせて、行くの。なので賃金の方は少し低めに抑えられている感じだけど、 A 型は雇用が発生して働いているので、最低賃金以上の賃金で働いている。それが A 型と B 型の違いです。そういう福祉的な、施設で今回弁当をやっておりますロマンスキッチン行ってきたいと思います。さあ、どんな弁当が待っているでしょう。それでは行ってみよう。たびたび TV チャンネル。北海道らしい道を走っております。そろそろ着きますよ。ここを曲がります。すごい住宅街の中にあるんだね。ソルジャー引っ越しセンター目印かな。ちなみにスマホとかにはロマンスキッチンって入力したらそこまでのナビ出てきますので、それを入れて行ってみてくださいね。さあ、正面に旗がたなびいております。営業中、あそこですねきっと。はい、ここです。はい、到着です。さあ、ということでやってまいりました。本日はこちらクッキングロマンスという会社がやっておりますロマンスキッチンです。お弁当ってはっきり返して分かりやすい。駐車場は店の前に 1,2,3,4,5 台、だから10台ぐらい止めれるかな。お弁当売ってる営業時間は11時30分から13時30分です。定休日はね、木曜日、日曜日、祝日です。オードブルとかもやってんの。おー、あ、特注弁当、なるほど。そして利用者も募集しております。どうも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 ということで、はい、こちらの皆さんです。ありがとうございます。いろんなもの売ってるんですね。うん、私の知り合いの社長さんで扱ってる商品とか置かせてもらって。あ、なるほど、そういうのも皆さんありますよ。そしてメインはこれですね。メインはこっち、特製ジャンボ唐揚げ弁当。ほうと、これが毎日出てくるんですね。はい、日替わりで、ほうほう、なので常時あるのがこっちで、ほう、毎日変わるのがこの日替わりメインがあるということで、はい、これと今日はこれってことですね。うん、ちなみにこれは辛さが選べるということで、はい、そもそも普通のやつも結構ピリ辛なんですけど、うん、あと激辛も選べて。激辛も選べる、はい、恐ろしい私辛いもの食べれないもんで。あ、そうなんですか。本当に辛いのも好むお客さんいらっしゃる。ほうほうほう、あらかじめ作ってるんですよ、何食か。じゃあ今度うちの辛いの担当がいたら、あ、でも、はい、食べようと思ったらこれは1回、あ、2回っていう感じ。あ、3回。あ、なるほど。結構人気メニューがこうちょっと多めに出てくる。ああ、なるほど。じゃあ食べたいものを狙ってくるか、はい、来れる日に来て何か買うかってことですね。はい、そうですね。了解です。これいいことが。そうそうそう、ご飯が全て大盛り。あのね、350とか330ぐらい。ああ、なるほど。基本弁当って多分 200g ぐらい。あ、確かに。うん、1.5 倍ぐらいのご飯。ほうほうほう。なので大盛りでお願いしますって言われたら、うん、500g ぐらいのご飯がなるほど。ただ私は今日はこれとこれを食べるので、はい、あの
350で600でちょうどいいですね。はい、コンソメスープなんですけど、はい、割と味噌汁かスープどちらか用意してますので、あ、これに、はい、つくんだ。そうそう、そう、あった方がいいですよね。そうですね、熱々でやってますんで、はい、ありがとうございます。だいぶ前から入れると冷めちゃうので、ね、注文いただいてから、冷蔵庫出して熱々のやつを、お、ありがとうございます。で、一応精神障害の方と一緒に働く福祉事業所でもとしてやってるお弁当屋さんなので、少しお待たせする時もあるんですけれども、ああ、温かい気持ちで待っていただけたら一応施設的な話はさっきちょっと入れておきました。ありがとうございます。さすがボスです同じ業種ですから ね、そうだよね。はい、そうです作ってますから、お待ちください。はい、ありがとうございます。あ、しっかり袋に入れていただいて、ね、これ普段も袋に入れてくれるんですよね。はい、そうです。で、車の方多いので、何個か買ってくださる方は危ないから、いつもね、箱に、ああ、なるほど、はい、今入れますので。ありがとうございます。それではどうもありがとうございます。ありがとうございます。どうもです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、ということで箱に入れてもらって持って帰って食べます。さあ、行ってきました。まずスタッフの皆さん、いい人だったね。ありがとうございます。そして今映ってないけど、奥のところで作業している皆さんが、その施設に利用している皆さんなんだけど、奥のみんなも楽しそうだった。やっぱりこう仕事をするっていうのはやっぱりちょっと負担だったりするから、決められた時間、決まったように働いてっていうことではなく、少し余裕を持って働いてるっていうのが、こう仕事のさ、丁寧さとかにつながってくると思うので、そういうところで経験を積んでね、 A 型に移行していったり就職したりっていうふうにつながっていくんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、まあ、ずっとそこで働く人もいると思うけど、今みたいな楽しそうな環境で働けたらいいよね。なので、そういう選択肢も人生の中にはあるんだよっていうことを皆さんも覚えておいてください。さあ、それでは家に帰りましょう。おう、さあ、ということで帰ってきました。本当にね、多いわ。そしてこれやばいわ。で、スープです。いい匂いな、これ。はい、キーマカレー。そしてこれなんてパックに入んないからぐるぐる巻きにされてるもん。これは嬉しいよ。マジやば。はい。いや、これはすごいよ。ちなみにご飯350って言ってたけど、大盛りもできるから、大盛りにしたい人は大盛りって言ってみて。ボスは今日2個食うからね。そしてスープです。あ、ということで本日月曜日お昼ですが、撮影だからすいません。午後もちゃんと働くからね、みんな。はい、では乾杯。さあ、それでは食べていきます。いや、これほんとすごい。いや、ほんとでかいよ。鶏1枚だよ。いただきます。うん、サクサク。とりあえずこれ1枚はビール で、あとの2個でご飯とかっていう感じで食べてもいいレベルの多さです。すごいな。さあ、唐揚げ1つ食べたら弁当の全貌が見えてきた。ここに今の1枚あったんだ。ご飯こんな感じです。まだまだあるよ。そして、はい、キャベツの千切りと、はい、スパゲティね。そしてマカロニサラダ、ひじき、漬物です。じゃあお弁当なんでご飯食べようかな。お米もうまい。漬物、そしてスープがありがたい。うん、スープもうまい。ちなみにこのすごいやつ500円だよ。これはやばいわ。近くに専門学校とか、ちょっと行ったとこに岡玉高校とかあるけど、学生これ最高だわ。もうこれを見てる近所の会社の皆さん、社食的な感じで日替わりだからいいよね。
これ何個届けてくださいありだよね。届けては無理かな。これもう発注しといて、今日はうちの職員10個食べますって注文しといたら、営業時間の11時半とかに取りに行けばさ、これ会社いいぜ。っていうかこんな量食えないかもよ普通の人。ベジファースト山田が野菜にたどり着かなかったからね、やってきました。今日もベジ中間になりましたけど、中間でも野菜を食う方がいい。はい、スパゲッティ。これもいいね。よし、勢いで。マカロニサラダ。今食べたの芋だ。うん。あ、いいね。いい味付け。はい、ひじき。うまい。全部うまい。さあ、次は、キーマカレー紹介しなきゃいけないから。2本目。さあ1ヶ月に3回登場します、キーマカレー。激辛もあるよって勧められたけど、ボスは辛いもの食べられませんので、こちら、これもピリ辛だって言ってた。行ってみます。はい、うん、結構辛い。あ、なんだろう、なんか爽やかな味がする。うん、あんまり他で出会わないかも、この爽やかな感じ。うん、人気なのが分かる。ちなみにルーの下にも結構ご飯です。ご飯もりもり食べれるんで、やっぱりこういっぱい食べる学生とか力仕事してる人たちいいよ。駐車場も10台あるから、ちょっと寄って買ってく。まああとは一人で食べなくてもいいからね。萌え連沼公園とかサトランドとか近いので、これを買ってピクニック的な。おー、いいね。あ、でも子供が食べるにはちょっと辛いかもな。でも最近の小学生とか結構辛いもの食べるからね、ぜひお試しください。うん、福神漬け。おー、これ汗かいてきた。いいわ。食べ進めていきます。すごいな本当に。ボスの動画を見てて、ボスって結構食べるなと思っている皆さん、これ2個無理だわ。もう今撮影だから意地で食ってるけど、これはね2個やめた方がいいかな。ということで、とりあえずキーマカレー。うん、はい、ロマンスキッチン。唐揚げ、あ、マヨネーズがちょっとね残ったので、サラダよ、それをいただきまして、マジやばい。うん、はい、ロマンスキッチン、ごちそうさまでした。もうどれぐらい満腹かというと、ちょっとスープ後で美味しくいただくんで、これはすごいわ。まあ、ご飯350って言ってたから、2つで700と、やっぱこの唐揚げ3つがすごい。もうね、どれぐらいお腹いっぱいかっていうと、今ビールも進まない。ダメだ。これでお分かりいただけたと思いますが、量もすごいです。満腹だ。なんか最後の方無理やり食べてたから、ひどい顔で食べてるかもしれませんけど、ちゃんと味も美味しいですから。さっきから何回も出てきてますけど、就労の継続支援の施設なので、みんなね無理してないと思うんだよね、働き方が。だから楽しそうで、やっぱり笑顔で作ってくれたものの方が美味しかったり楽しかったりするんじゃないかなというふうに思いますので、最近多いでしょ、あの就労継続支援 B 型って書いてなんとかっていうお弁当屋さんとか飲食とか、そういうようなところ、皆さん楽しくね、丁寧に一生懸命作っておりますので、しかも価格が安い、ぜひともそういうところも一回もまだ入ったことないよという人は、試しにね行ってみたり、ここでお弁当を買ったりしてみてください。それにしてもすごい量だった。いっぱい食べれる人、もしくは2食に分けて
唐揚げ弁当500円だから2食に分けたら250円になっちゃうよ。ぜひともそういう風に食べていただければいいんじゃないかなという風に思います。ボスたちも何か機会があったら、お弁当が必要なうちの事業とかがあったらここにお願いしたら、でもこんなに食べたら昼から動けないよねなんて思いながら、今後の楽しいことを考えて生活していきたいと思います。ということで今日の動画はこれでおしまいです。また次の動画で太りましょう。それではさよなら。